ズデニエク・コシュラーは、チェコの指揮者。カリスマ的なスター指揮者ではないものの堅実で、バランスの良い演奏で知られていた。東京都公共楽団の客演指揮者として、たびたび来日しており、日本でも親しまれた指揮者である。1928年、プラハ生まれ、プラハ音楽院で作曲、ピアノ、指揮を学び、その傍らチェコ合唱団の指揮を取り活躍した。 1948年、プラハ国民劇場の練習指揮者となり、1951年の音楽院卒業と同時に、セビリアの理髪師を指揮して、正式に指揮者に就任した。1951年、プラハ公共楽団を指揮し、コンサート指揮者としてもデビューした。1955年のプラハ国民劇場のモスクワ公演において、売られた花嫁で注目を集めた。 1956年にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝した。1958年にはオロモーツ歌劇場の音楽監督に就任。1962年にはオストラワのヤナーチェック歌劇場の指揮者としても活躍した。1963年ミトロプーロス国際指揮者コンクールでクラウディオ・アッバードと同時優勝した。これによってさらに活動の場が広がり、 ニューヨークへ渡って、ニューヨークフィルハーモニックのレナード・バーンスタインのアシスタントとして、研鑽を積んだ。1966年から67年には、プラハ交響楽団の主席指揮者、1966年から68年に、ベルリンコ・ミッシェ・オーパーの主席指揮者、県音楽監督を務めている。この間に、ウィーン国立歌劇場や、 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団にも客演している。1971年、ブラチスラバのスロバキア国立歌劇場の音楽監督に就任。1976年からは、ジェコフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者も兼ねた。1980年、プラハ国民劇場の音楽監督に就任。1985年に一旦辞任したものの、1989年に、 再任された。その後、1993年からは、チェコナショナル交響楽団を指揮して、ドボルザークやスメタナの作品を録音するといった、活動もいった。日本との関連では、1978年には、東京都交響楽団の主席客演指揮者となり、1983年以降は、定期昇平指揮者として、ほぼ毎年来日していた。 1995年、プラハで67歳で救世した、インディペンデント、ハットタワーレコード、ハットズデニエック校舎レール。ありがとうございます。